回のタイトルは XRP とカルダの仮想通貨 ETF 市場の7億800万ドルの急騰の中で輝きを放つです。ぜひ最後までお付き合いください。コインシェアーズの報告によると、デジタル資産の投資環境にとってダイナミックな週に、仮想通貨上場投資信託 ETF 市場は大幅な高騰を経験し、総流入額は驚異的な7億800万ドルに達したといいます。この押し上げにより、年初からの流入額は驚異的な16億ドルに達しました。主力の仮想通貨であるビットコインがシーンを支配し、毎週の総流入額の実質 99% を占めました。これにより、その投資商品に7億300万ドルを注ぎ込み、投資家の信頼が持続していることを示しました。しかし注目はアルトコイン、特に資金の流れの面で傑出したパフォーマンスを見せた XRP とカルダノにも及びました。 XRP 志向の投資商品は顕著な好転を見せ、10万ドルという驚異的な資金流入を記録しました。これは特に前週の40万ドルの流出と比較した場合、XRP にとって重要な勝利を示しています。 XRP への年初から現在までの全体的な流入額は現在なんと300万ドルに達しています。アルトコイン分野のもう一つの著名なプレイヤーであるカルダノはさらに大幅な復活を示しました。先週60万ドルの資金流入があったカルダノのパフォーマンスは、特に前週の40万ドルの資金流出を考慮すると驚異的としか言いようがありません。カルダノへの年初から現在までの流入額は合計500万ドルという驚異的な額となっています。他のアルトコインと比較すると、年初から400万ドルという称賛に値する流入額を誇るソラナが唯一の候補として浮上しています。これにより XRP とカルダノはアルトコイン復活の最前線に位置し、その回復力と魅力が投資家に証明されました。仮想通貨 ETF 市場が進化を続ける中、XRP とカルダノの優れたパフォーマンスは投資家の間で多様化傾向が高まっていることを示しています。最近の流入はビットコインの優位性を確固たるものにするだけでなく、 XRP とカルダノがデジタル資産投資環境の先頭に立ってアルトコインの魅力が拡大していることを浮き彫りにしています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。